はい、どうも、こみです。さて、本日は、つむぎ組さんからですね、見ていきたいというふうに思います。で、こちらのクランさんが出てくるということは、タンホール11か12かってことなんですけども、今日は11ですね、を中心に見ていきたいというふうに思うんですが、いや、相変わらずつむぎ組さんがうまいんだ。もう、これは違うか、進行中の対戦だな。こっちじゃなくて、こっち。ですね、ちょうどね、この、スーパービザードが、下方修正になるアップデートが、来たところの、対戦。対戦中に来ちゃったっていう感じだったんですけども。ですね、タウンホール11のネクロ系のアタック、今日はね、4本見ていきながら、タウンホール13も1本ちょっとそこに混ぜようかなというふうに思ってます。で、タウンホール11に関しては、今までやっぱネクロ系の攻めっていうのは、割とこうですね、村がこう広いような配置に使われるのが一般的だったと思うんですね。この配置なんかはまあ結構そうは言ってもよく、ネクロの攻めが見られたような配置なんじゃないのかなっていう風な気がするんですけども、ですね、これから見てもらうのは結構区画が狭い村を攻めていきます。で、やっぱそういう村を攻められるようになった大きな要因っていうのが、このウッドランチャーだと思うんですね。で、今回のアタック4本とも全部ウッドランチャーを使っていきます。とにかくやっぱりウッドランチャーとネクロマンサーの相性がめちゃくちゃいいんですよね。特にこのタウンホール11においてはそうかもしれないですね。っていうふうに思うんですけども。それが、無双する。まあ、どんな状況で無双するかっていうところをちょっと見てほしいなというふうに思います。まずは、6時方面の加藤、丁寧にやっていきますね。ゴーレムでしっかり竹取って後ろから、ウィザード2体を出していくと。もうこれは、タウンホール9とかでやったゴレビズの姿を想像させる。すごくなんか懐かしさを覚える、カットですね。テスラがあったからかな、多分こっち側の、水塔の方にゴーレムを歩かせた方だと思うんですけども、ちょっとこのテスラに、邪魔されたかもしれないですね。ただまあ主力部隊はそれに惑わされずにしっかりと、4時方面から流し込んでいきます。で、ウッドランチャーがこれタウンホールまでの道を開けていくんですね。これわかりますかね。あの白壁が豆腐のように、まさに豆腐。コロ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 ってボボボボボボボって全部壊れていくじゃないですか。ボガーって。で、この部分全部繋げちゃうことによって、何が起こるかというと、外周からはネクロが一層目壊す。で、内側からは、またこうネクロが一層、壁の外側を壊す。で、これ全部潰すんですね。で、外側も同じことが言えるわけです。こういうふうに。同じことが言えるわけなんですね。で、そうすることによって、この波状攻撃、中から外から潰すみたいな感じ。この波状攻撃が出来上がって、で、あとはもう防衛軍がそれに耐えきれず、沈んでいくのを待つだけみたいな、まあそんな感じになっていくっていうところが、このやっぱネクロ攻めをするときにすごく重要になってくると思うんですけども、ジュンクさんがですね、やってるタウンホール13のアタックでも、やっぱりネクロマンサーが、どこかしかからか、防衛施設を攻撃できるように壁をうまくこう、破壊したりとか、ジャンプ使って乗り越えていくようなことをしていましたが、11でやる上でもやっぱそれは重要かなというところで、どこかしらからか必ずネクロマンサーが、防衛を壊せるように、壁を、壊したり、なしとジャンプで突き抜けて、行って、なんていうのかな、形を作るっていうんですかね、やっていくという感じですね。で、そのままあとは、アーチャークイーン、クロークを残してますんで、最後残った、クロスボウにはクロークを履いておしまいという感じですね。結構ギリギリ感はあったかもしれないですけどね、ちょっとヒヤッとしたかもしれないですけども、攻めの形はめちゃうまかったですよね。ゴーレム1体ほぼほぼ無駄になっちゃった状態だったんですけども、それでこれだけいけるっていうのは、やっぱこの POG さんの、その、なんていうか、ネクロの動きの読みっていうか、レベル高いんだなっていうのを本当に改めて感じさせますね。でですね、これがめっちゃくちゃびっくりしましたね。これ本当にうまかったなって思う、あのアタックなんですけども。ですね、POG さん基本的にライトニングを持っていくんですが、このライトニングを今回どこに使うかっていうと、ここに使うんですよね。このクロスボウ4体に。まあ、4機というか。で、さっきのあの1本目のアタックでは、インフェルノに使ってたんですが、POG さんこういう広い区画、をライトニングで先に潰しちゃうことによってネクロのルートを限定させるようなもうなんていうかな壁の作りを序盤に、呪文で作り出してしまうということをされてるんじゃないかなって思ってます。でそうすると今度じゃ壁どうやって突破すんのよとこれまではなってしまったと思うんですね。あのスーパーウォールブレイカーを使うかないしはジャンプクエイクしかなかったんですけども、まあ、ウォールバスターっていうのがあったけどもちょっとまあ進行が遅いですよね。なんで、ネクロが進軍できなくなっちゃうから使えないという時に、このウッドランチャーが仕事をするんですね。今回のケースで言うと、この部分っていうのを、ここをウッドランチャーを使って通していくんですね、ネクロマンサーを。
すごいこれ見てほしいんですけども、どんな風に動くのっていうところを。で、この食い紐がですね、6時方面から3時方面に歩かせることによって、迫撃砲とかウィストとか、本来ネクロの天敵になっちゃうユニットっていうのを、食い紐なら、まあ、楽々、まあ、処理ができちゃうんで、処理していきながらネクロマンサーパートにつなげていくという形ですね。ウッドランチャーが登場するんですが、1層目の壁はスーパーボールブレイカーで開けていきます。じゃないとネクロマンサーが、壁開けを待ってる間に横に逸れていってしまうんで、スムーズに壁の1層目っていうのはスーパーボールブレイカーで開ける。これは結構ですね、これ11だけではなく12、13でも使われるテクニックで、すごく重要なものかなと思います。で、そのまんまこれ見てほしいんですけども、中央部に入ったウッドランチャーと一緒に歩くネクロマンサーたちの大群、これが主力ですね。で、別動隊、上方面からババヤンキング盾にしてネクロ2体が歩いていってるということで、こいつらが波状攻撃をかけていきます。中から外からっていう感じですね。こんな感じで、で、ウッドランチャーが壊れちゃって、この壁椅子を最後開ききれなかったんですけども、まあ、ここは大量にいるネクロマンサーのスケルトン、こいつらが開けていってくれるんですね。で、これやっぱね、マルチインフェルノ2本あったんですけども、ここをやっぱり突破できたのがヒーラーの力ですね。これいわゆるサービス終了編成と呼ばれる、ゴーレムだけでターゲット取っていくような攻め方をすると、ゴーレムがターゲット取りきれないマルチインフェルノの火力っていうのが、ネクロ本体に行っちゃって落っこっちゃうんですよ、ネクロが。ヒーラーがいることによってネクヒーの形が出来上がると、インフェルノの攻撃全然怖くなくなってくるので、そのまま押し切っちゃうというところですね。ただまっすぐそこに向かっていかなきゃいけないので、そのためにここをカットしておいて、ネクロがしっかりここまっすぐ当たっていけるような形を作っているというのが、本当にこのルート作りがうまい。やっぱもうルート作りですね、もうすべてこのゲームは本当に。でもそれをやっぱり可能にするそのアイデアっていうのが、まあ、さっきの1本目もそうですけども、この POG さんの前ですね、あえてこういう広い区画っていうのをライトニングで削ってしまって、先に削っちゃえばここにも、ネクロが入るっていく心配がないから、その幅広い削りを作っておいてから、細いところをあえてネクロ通す、そのためのウッドランチャーを使うというこの組み合わせ、これがやっぱり11でもこれからネクロを使う方はよく覚えておくといいポイントになるんじゃないかなっていう気がしました。で、次岩さんですね。岩さんのこのアタックっていうのは、もう村の形を見た瞬間におそらく皆さん気づくと思うんですが、この面からドンと行きます。で、これも典型的な、なんていうのかな、中量編成的な攻めをできるタイプの村なんですけども、でもね、自分怖いんですよね。なんでかというと、こんだけ壁があるじゃないですか、こんだけ壁がこんだけあったらちょっと怖くない、突破できるかどうか分かんなくてって思うんですけど、そこをきっちり突破していくっていうことができるんだなっていうのが、まずこの岩さんのアタックで見てほしい一番のポイントですね。防衛具に関してはスキルとも出てきますけども、ウッドランチャーが何体か今このウッドランチャーで、ウッドで弾き飛ばしていきましたね。で、そのままトームをかけられた状態でウッドランチャーが壁の奥の方っていうのを壊していって、ここまで壁に穴が開きましたね。その中心部にアーチャークイーンが入っているというのが、多分これすごく重要ですね。アーチャークイーンが入ってきて、アーチャークイーンがそのまま中央の高火力、高体力施設っていうのをなぎ倒していきます。で、バーバリアンキングさらにフィスト発動して加速しながらアーチャークイーン守っていきつつ、防衛をさらに破壊という感じですね。フリーズ2個残っていますけども、これ下手したらもうスカーサイでも全開いけちゃうぐらいじゃないかな。まあ最終的にはこういうところに壁に穴が開いてるんで、こういうところを使ってバーバリアンキングが外出てきましたよね。で、ちょっと、捕まっちゃった壁1枚ありましたけども、ここは問題なく、バーバリアンと、あとアーチャークイーンが殴り上げていくという感じで、外周にもう出て突き抜けてしまったら、もう大体この攻めは勝ち確定の、確率がだいぶ上がるので、外側から残った施設を破壊していくというところですね。このクロスボウが最後までちょっと厄介そうな気はしますけど、まあ言ってもこれ、ぐるっと回ってアプローチができますので、もうこの時点で壁の中で壊せない施設っていうのが一個もない状態になっちゃってるっていうのが、やっぱり形を作れているっていうのが大きな勝利ポイントになってくるのかなというところで思いますね。あ、こっちからもいけるのか。ネクロマンサーがこれアプローチしてますね、こういう風に。こうなってくるともう止めようがなくなりますね、ほんと。もう最後はグランドウォーデンが壁になってくれてね、もうネクロが破壊という格好ですね。いや、お見事。やっぱこういう風に、なんていうのかな、壁に隙間が空いている配置っていうのは、中に入ったネクロが
こういうのですね、漏れていってしまうっていう、可能性もあるんで、ある種使いにくいところもあるんですけども、ネクロ。逆にあえて、そこから出ていけるルートがあるというふうな使い方ができると、またもこう入っていけるっていう使い方ができると、もう壺にはまっちゃうともう止められなくなるので、まあ、もろはですよね、この辺っていうのは。私をどう作れるか、まあ、本当にアイディアの勝負になってくると思うんですが、さあこれ最後シューさんですね、どんな風にいくでしょう。さっきのピオジーさんのアタックちょっと思い出してほしいんですけども、ですね、ライトニングでやっぱりこれを削っていきます。ちょっとこのやっぱりインフェルノの周りに防衛があんまないので、そこをちゃんとライトニングで削ってしまえば、この部分ですね、ここを丸々こうしっかり広くカットできたような格好になるので、なってくるとあとはこんな感じでユニットを、流していくルートが作れるってことですね。タウンホールに向けてやっぱ、ウッドランチャーは走っていくので、タウンホールの反対側から出していくっていうのが基本になります。まあこれですね、多分クライタン戦リーグではなかなか使いにくいと思うんですよね。あとはウェルプレードリーグさんみたいな、あの一発勝負だとなかなかきついと思うんですけども、あのこういう風に対戦で2回攻めれるよっていう場合にはリスクをあえて取って反対側から行っちゃうっていうのは十分ありかなと思います。3ホール11の今の、攻防のバランスでいくと、まあ、攻撃側の方が当然有利なので、その有利さを使って、押し切れる可能性の方が高いということで、攻めにかけるという感じですかね。ウッドランちゃんがガンガン施設を、壊しながら壁を開けていきますね。体力がもうちょっとで切れるんですが、結構最後の1枚開くかどうか。もう1個いきましたね。これで最後まで開いたかな。はい。開き切りましたね。開き切って中から出てきたのはイエティ。で、今回はゴレネクロの形で、ボーラーとかはあんま入ってないですね。あんまてか入ってないですね。で、そのイエティ、あとネクロと、ゴーレムですね。の、進軍に続いてアーチャークイーンが後ろから入っていくという形で、今若干ダメージは受けているものの、このアーチャークイーンがやっぱ最後いい仕事するんですね。こちら側、上方面に、ネクロが大量にこう流れていってしまいましたけども、残った9時側にアーチャークイーンがアプローチしていきます。で、この辺っていうのはおそらく、読もうと思っても読み切れないので、重要なのは、このゾーンっていうのかな、このゾーン。このゾーンにしっかりとアーチャークイーンを入れて、外に出さない。ここに入れて、こういう風に出てきちゃったりしちゃったらダメなんですよね。じゃなくて、しっかりと中に入れていく。で、いうことができれば、何かしらのユニットが、どっかしらの防衛施設を壊してくれるという期待ができるので、一番最初に戻るんですけども、壁の中ないしは外から壊せない防衛施設を作らないようにするっていうところができてくると、中外の波状攻撃がうまく決まってくるということなのかなと思います。まあ、そうは言ってもそれ以外のポイントもちゃんとあって、多分今回で言えばクロスボウとかね、ケアしなきゃいけない施設っていうのがちゃんと、ケアできるかどうか、そのルート上にあるかどうかっていうところもちゃんと見ていかなきゃいけないと思うんですけども、まあ、基本は、そこかなっていうふうに思います。詳しくはですね、純区長さんの、ネクロボーラーに関する動画をですね、過去出してますので、そちらの方でかなり詳しく、解説をしておりますので、ぜひね、興味のある方は、まだ見てない方は見てもらえたらなというふうに思います。はい、ラストですね。リュウキさんのアタック見ていきましょう。リーダーのリュウキさんです。私をね、心よく受け入れてくださって、本当に改めてありがとうございますというところなんですけども、今回のリュウキさんのアタックっていうのは、ネクロ9体が主力になっていますけども、ジャンプの呪文ですね、持っていっていて、で、今回は、ウッドランチャーを使っていません。で、まあ、当然ウッドランチャーを使う方法もあると思うんですが、まあ、こんな風にジャンプとかで攻めていくっていう手もちゃんとあって、で、まあ、純駆除座なんかやる場合には、だいぶですね、クエイクの呪文を使って、壁を壊しながら、相手の、インフェルノとか、あとは、投石なんかにこうダメージを入れていくっていう方法を、まあ、取るっていうふうにおっしゃっていましたけども、今回のリュウキさんは、ジャンプの呪文でどんどん中に入れていくっていう感じですね。で、やっぱこういう、投石機に対するケアは、今このスーパーネクロマンサーでおそらくしていこうというふうに考えたんじゃないかなと思うんですが、ちょっと、取れていってしまったのが予想外だったのかなと思います。ただ、中央に入った大量のネクロマンサーとアーチャークイーンがしっかり暴れてくれていっていて、後から来たホグライダーも、投石にアタックしていってますね。これ予想通りだったのかな。ちょっとここは、ホグライダーの動きがすごくいいなと思いましたけども、狙い通りだったらすごいですね。この読み。で、もう一本の投石、これに対してはきっちりと、ロイヤルチャンピオンを当てていくことによって、
ケアしていくと。で、最後タンホールが最終確認に残っていくんですけども、ここに関してはしっかりこの中央突破が効いてますんで、さっきと同じですね。アーチャークイーンが、壁の外にこう出ないで、ちゃんと中の方に入っていってくれれば、そのまんま、タウンホールを壊してくれるだろうという期待ができるというところですね。いや、最後これ、ロイヤルチャンピオンにレイジを使って無理やりタウンホールを壊していくのかなですね。ここで最後、アーチャークイーンとロイちゃんにレイジを、アーチャークイーン乗ってないか、かけていって壊すという感じ。投石機、やっぱり、投石機、クロスボウ、インフェルノ、この3つがタウンホール13では、ネクロマンサー使う上で、結構天敵になりかねない施設、当然タウンホールもそうですけども、になってくるんですが、そこに関してもやっぱりリュウキさん、こう、一個一個にちゃんとこう、ケアをしてましたよね。こちら側、こっち側ですね。こっち側の投石機には、スーパー、ネクロマンサー、プラス、援軍から出てくるホグですね。ホグライダーがケアしていくことができていて、でこちら側の投石に対してはロイヤルチャンピオンやっていくと。で、真ん中に関してはネクロをダーッと流し込んでいって主力を、そのまま力で押し切らせるみたいな感じですね。いう攻めをする場合にはジャンプを使うという方法もあるんですけども、いかんせんやっぱりそのウッドランチャーがタウンホール11においては非常に攻撃力が高くて強いということと、先ほどの4本のアタック見てもらったように、あえて狭いところをこう進ませることによって、そこには防衛施設が結構いっぱいあるので、それをウッドランチャーで壊しながら進めていけるっていうのも結構でかいと思うんですよね。なのでクエイクの呪文でダメージを入れるのと同じ効果があるんで、そこをちゃんとですね、こうなんていうのかな、効かせながらというか、攻めていった先ほどの4本のアタック、すごくタウンホール11のネクロ使いの方には参考になるというふうに思いますので、見ていただきたいというふうに思うのと、タウンホール13でもこういうふうにネクロラッシュ、使っていけますし、ウッドランチャー使う方法もありますし、今回のリュウキさんみたいにジャンプの呪文を使うという手もありますので、非常に戦術の幅としては広いかなと思う、なんかその奥深い戦術ですんでね、ぜひいろいろ試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール11のネクロマンサー中心にお届けをさせていただきました。よろしければぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。とても嬉しく思います。やってもらえると本当にモチベーション上がるんで。またですね、これからタウンホール11、12、13と幅広く扱ってまいりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画これで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。